溝原綱とは、軟体動物に属する分類群の一つ。細長い虫状で、貝殻を持たず、覆面に、溝があるのを特徴とする。この綱の名は、サンゴのヒモ類と毛肌海ヒモ類をまとめた群としても、使われたが、現在では前者のみを含ませてこの名で呼ぶことが多い。両者をまとめたものについては無番綱を参照されたい。溝原綱は、特殊な軟体動物である。 体は細長く、殻がない点で、すでに軟体動物らしくない。また頭部もはっきりせず、明確な運動器官がなく、目立った構造が、外から見えない。内部構造などの点では大板綱にやや近く、いずれにしても、軟体動物の中では、原始的なものと考えられている。生態面ではあまりよくわかっていない。同様の軟体動物に、毛肌海貧も類を含む奥綱があり。 かつては両者を一つの綱にまとめ、ムバンズナと呼んだ。両方を合わせた群もかつては、同盟で呼ばれた。前述のように全体に細長いが、やや太く短い体型のものから、ミミズのように細長いものまでがある。一般には1ミリメートル数センチメートルの小型の動物だが、日本に産するカセミミズエピメニアベラコザは30センチメートルにもなる。これは、世界最大で、 かつ飛び抜けて大きい例となっている。先端から後端まで目立った区別はない。左右相性だが、覆面は特に平らになっていないので、胴体の断面は概ね円形である。見かけ上は付属紙や感覚器などは見られない。体は多少伸び縮みする。背面は丈夫な外頭膜に覆われ、種によっては口倉が臨場などの様子を見せる。体壁には、 多数の骨片を含む。腹面にはこのタグの名称の由来でもある溝がほぼ全長にわたっており、これを足溝という。足溝の最先端は足前空あるいは足甲といい、種によっては吸盤状となっていたりと多少とも異なっている。体の先端の腹面、足前空の前に口が開く。口のさらに前には小さな空所があり、前提と言われる。 この内側には細かい突起があり、感覚器と考えられる。口は前提の中に開く例もある。体の後端にはやはりくぼみがあり、これは外套空とされる。肛門はこの中に開く。軟体動物では外套空にエラがあるのが通例だが、この類では原則的にはエラはなく、一部の種で二次的に発達したエラ状の突起があるのみである。 戦術のように口と肛門はそれぞれ体の先端と後端にある。消化管はこの間をほぼ直線的に結ぶ。大きくは前腸、中腸、後腸に分かれる。前腸は外廃用由来で前腸線という分泌線が開き、これは消化に関係するとされる。また、陰頭の内側の下側には死絶がある。この部分は口の外に突き出して、 ほっとなることができる。その際、死絶も突き出し、餌を食いちぎるなどに使われる。中腸は消化管の大部分を占める。その先端部は前腸の背中側に突き出して、背前毛管となることがある。また、中腸の全体にわたって両側に、小さな突出粒が体をなして生じており、これを側毛管という。これは、変形動物の消化管の構造と対比されることが、 ある。中腸の内壁は細かい重毛が一面にある。校長は短い環状で内部に縦膝があり、消化吸収の作用はないと考えられているが内配用起源であり直腸ではない。一番大きい中枢は脳神経節で左右体になったものが左右で融合して前腸の背面にある。ここから主要な神経策としては体の側面を後ろに伸びる。 側神経索とより内側をやはり後ろに伸びる、足神経索の二体があり、これらは途中で左右に結びついて大まかに、はしご型をなす。心臓は、背面後方にある心脳の内壁覆面側の、くぼみとして発達し、左右一体らしき様子を見せるもの,の心室位置、心房位置からなる。心臓から出た血液は、肺部血空、頭部血空、側部血空、 微物血空の順番で流れる。それ以外の部分では、血液は組織の間を流れる。心脳には心脳管があり、心脳が対抗に当たるとの判断からこの管だが、人間に相当するとの判断もあるが、実際にこれが排出の働きをなすとの確証はない。その意味では、排出器官はどのようなものかは、はっきりわかっていない。実際の排出の働きについては、 若干の観察があり、白血球や中腸壁の重毛細胞が一定の働きをすることが知られている。死有胴体である。生殖腺は背中側中央に細長くなったものが一体ある。これは元来は心脳から分化したものと考えられ、その内側壁が卵巣、外側壁が清層となっている。 生殖細胞は一旦は心脳に入り、そこから左右前方へ伸び、それから後ろへ伸びる心脳管を通って後端へ出る。その途中には自分の精子を蓄える女性脳や相手の精子の入る受精脳を持つ。また、その出口には陰形と陰形針を持つ例もある。私有動態で交尾が行われ体内受精であるが実際の交尾行動についてはよくわかっていない。 卵巣の中の卵数は少なく、多いものでも20個ほどしかない。発生については、多くのものでは知られていない。卵は丈夫な卵殻があって、トロコフォアまでをその中で過ごす。カセミミズでは、卵殻の様子が知られており、それによると全葛でふと割り、はっきりした螺旋卵殻である。また、第一分裂で生じる角球が不動大である。トロコフォアからは、 中央の専門体より後方が胴体になるようにして生体の形が形成される。体が細長くなるにつれて遊泳をやめてプランクトンから訂正生活に移る。その際、背面に殻の元になるような骨片の列が7つ生じるとの観察が細海紐であり多番類との関連を示すものとして注目されたが他のものでは知られておらず疑問視されている。 すべて海産動物で海底で生活する。サンゴやヤギ、海とサカなどの四方動物の群体にくっついて見つかる例も多い。感激性の種も知られており、今後も多くが追加される可能性がある。深海から旋海まで広く知られる。しかし、そう頻繁に見られるものではない。植生は知られている限りは四方動物を食べる。 海面を食べるらしいものも一種知られている。おそらく糞を伸ばして、餌動物の破片を吸い取るのであろうと言われる。戦術のように、サンゴやヤギなどに巻きついて観察されるものもあり、それらはそのサンゴ類を食べているものと思われる。運動は緩慢。体は多少伸縮するほか、腹足に大きく曲げられる。サンゴの枝などに巻きついているのも見られる。運動においては、 全身をくねらせるほか、足溝から粘液を出し、これによる糸の上を足溝にある繊毛を使って、這うように進む。また、自然空が吸盤のように役立つ例もある。この類で最初に記録されたのは、サンゴの紐であり、1844年であった。溝原類の名は1878年に、ゲゲンブワーによって初めて使用された。彼はこれを、 全虫類においたが、1880年に、ハーブレクトは、サンゴの細紐を報告し、それが、ミゾハラ類であること、また、ミゾハラ類と、大板類を送信経類にまとめることを主張した。それ以降、この類は、軟体動物の一つに認められるようになった。1970年頃以降は、さらにオ奥類と区別されることが多くなった。 これまでも何度か触れたように、軟体動物では、大たるいとの共通性が多く見られる。まとめて、原始的な軟体動物であることは、間違いないであろう。足溝は複足に由来すると思われる。世界から約60属、200種が知られ、日本からは10種ほどが知られている。古くはすべてを一つの目に置き、参加程度に分けることが行われた。以下は、古い体系の例である。 クラスソラナガスターズゲゲンブワー1878コウハラツナしかしその後分類体系は手が加えられほぼ以下の4つの目に分けるのが普通であるらしい。日本からは以下のような休種ほどが知られている。ありがとうございます。